ボートレース戸田の G1、戸田プリムローズ解説68周年記念が30日に開幕する。SG オールスターでは23歳のニュースターサダマツが一気に頂点に駆け上がった。今大会は話題のサダマツをはじめ23人の SG 覇者が参戦。ハイレベルな戦いを繰り広げる。 この白熱バトルの見どころをボートレース界で話題沸騰中の福留光穂が紹介する。祖父、父から受け継いだ三代にわたるボートレース愛意、個性あふれる、後半理論、に注目だ。私のボートレース全体での一押しはブスジママコト選手ですが、新海選手の走りもブスジマ選手と同じ雰囲気を感じます。 まだまだ若いのに若手選手によくある強引さもあまりないことも、すごく好感を持てますね。2022年には年間10部位、最多勝利のタイトルも獲得しています。一般戦、ルーキーシリーズでは完全に格上です。SG には7大会に出場して予選を突破したのは昨年のガマゴーリダービー1回となかなか結果は出ていませんが、 G1 では徐々に活躍が目立つようになってきました。昨年9月の下関ヤングダービーで G1 初優出を果たしてからは、11月に若松71周年記念で準部位、そして、常滑ダイヤモンドカップで G1 初優勝を決めました。今年に入っても1月の下関69周年記念。 2月の芦ア屋ア九州地区戦と G1 で優勝戦に乗っています。これから SG、G1 の舞台でもどんどん活躍してくれるのではないでしょうか。今のボートレース界はブス島選手や峰竜太選手の世代が中心になっていると思いますが、次の時代を引っ張っていくのは磯部誠選手や羽野直也選手、新海選手だと思っていますので。 今大会もすごく楽しみにしています。深海選手の次におすすめしたいのは、やはり地元の選手ですね。桐生純平選手と中田竜太選手、戸田、というみなもを分かりきっている二人です。特にセンター枠に入った時の強さが印象的です。桐生選手は昨年の67周年記念の覇者で3月の地元 SG クラシックでも優出。 5月の GW シリーズでもしっかり優勝しています。今大会出場選手の中でも戸田の通算 17V はベテラン中澤和志選手の 18V に次ぐ2位。G14V はナンバーワンです。戸田を熟知したハンドルさばきで、周年記念連続 V に期待しています。中田選手も18年3月の61周年記念で優勝しています。 3月のクラシックにも出場。初日は6着でしたが2日目は2、3着、3日目は3着と調子を上げて勝負かけの予選最終日は待望の1号艇。1着なら予選突破というところでしたが、なんと強風のため 6R で中止打ち切り。出走予定が 7R だった中田選手は勝負することなく、予選敗退となってしまいました。 この悔しさを晴らしたいという気持ちもあると思います。最後にもう一人、おすすめしたい選手がいます。矢野蓮志選手です。私の頭の中には、外枠の谷の選手は三着で変え、という格言があります。それくらい外枠から船剣に貢献してくれているイメージがあるんですよ。 三着争いをどう当てるかが船剣の難しいところではないかと思うんですよね。私のお父さんは三着は流せ。ってよく言っています。粘り強く三着を守る谷の選手にはいつも注目しています。直前の常名で今年三回目の優勝もしましたし、調子も良さそうです。期待で胸も膨らみますね。